正しき支配者がいる。どうも。何の用だ。森のジェニーについての啓示はお前が出したんだな。ああ、そうだとも。やってくれるか。ウィッチャーだろ。ばあさんの本能挿絵にそっくりだ。異形なるもの、もしくはウィッチャーの肖像、はっきり思い出せる。我々は恐れるが、お前なら森のジェニーも平気だろ。引き受けよう。森のジェニーについて詳しく話せる者はいるか。ローウィレムなら話せたんだが、今朝野原で見つかった。心臓が弱かったんだ。みんな夜出歩くのを怖がるが、だがアグネタなら村の端に住んでいる。勇気を見たって噂だ。それで無事だったのか。怪我もせず。アグネタか。旦那を3人も亡くしてる。森のジェニーもあの女には手を出さんさ。して楽な生活じゃないぞ。あんたが勇気のことを知っていると聞いてきた。見たわ、この目で。森のジェニーをね、今あなたを見てるみたいに。どんな外見だった。詳しく頼む。実を言うと、はっきりは見なかったの。日が暮れてきて、おぼろげな姿が現れたの。霧みたいな。近づいたら、もやが熱くなって、霧の中から顔が出たの。それで何をした。何って、勇気の全身が出るまで待つと思う。村に走って行ってみんなに話したのよ。なるほど。では夕暮れの直後に現れたんだな。重要な手がかりだ。助かるよ。それじゃあな。女が裸足でここを通り抜けた。布の切れ端だ。多分ドレスの。草むらでほつれたんだな。この歩幅は、走っていてドレスが破れたんだな。追われていたのか。手を振り切れなかった。男は女を刺したか、喉を切った。なぜナイフを置いていったんだ。乾いた血がついてる。役に立ちそうだ。死体を引きずったのが、はっきりした痕跡だ。森まで死体を引っ張ってきてここに埋めた。浅い墓だ。焦っていたんだな。何かがはみ出してる。手紙か。狩られた恋人が女を殺したようだな。ナイトレイスか。長老なら少女を知ってるだろう。聞いてみろ。お前が白木。どうも。何の用だ。ズラとボクハイを知ってるか。この村に住んでいたはずだ。なんてこった。あんたあいつらを知ってるのか。二人とも跡形もなく消えたんだ。もう一週間は見ていない。娘の墓と手紙を見つけた。他の男を愛していて、ボクハイを拒絶したようだ。ズラとオンタンだ。幸せを求めて北に逃げたと思っていたのに、ボクハイも同じ頃に出て行った。ではつまりズラが勇気になったのか。まさか優しかったあの子が。二人はどこで会っていたんだ。確かとは言えんが、若い奴らは大抵空き地に行っていたな。村の西、野原を越えたところだ。ズラかわいそうに。して楽
な生活じゃないぞ。呪いを解く見込みはなさそうだ。追い払うしかないな。しばらく一箇所に縛り付けられれば。神々さんは私たちの運命。どうも。何の用だ。森のジェニーは俺が追い払った。戻ってこないか。ナイトレイスを追い払う方法は知っている。そうだったな。約束の報酬だ。本当にありがとう、ウィッチャーさん。じゃあな。